たるい町の氏神の八重垣神社です。もともとは御頭天皇社だったんですが、明治に入り御頭天皇社は不敬ということで打ち壊せという命令が出たんですが、八重垣神社に改名して残っておるという状況で、ご祭神はスサノオノミコトですね。もともとはスサノオノミコトご祭神だったんですが、後光源天皇が1353年に鳥居行幸された際に、北朝の勝利を願われて祇園社の社僧が御頭天皇社のお札をからびつに詰めて鳥居の黒木御所まで持ち込まれて、そうして黒木の御所からこちらの御頭天皇社八重垣神社に勧請されて現在に至ってるわけです。御頭天皇社は旗族が創建された神社で、もともとは郷津の神を祀っていたと思われます。まあ、アッシリア地方から中央アジアを渡って日本に入ってきたんじゃないかと思いますが、ここの帰郷ですね、時氏の庇護のもとにあったのかもしれません。諸町時代はですね、まあ、その後は斎藤道山、そして織田信長の支配下に置かれるんですけども、まあ、今まで伝わってきている鳥居の氏神八重垣神社です。